るんですが、そちらが高さ117メートル、そしてこちらパレットタウン大観覧車が115メートルで3番目となっています。この辺り一帯はパレットタウンと申しまして、臨海副都心の青海地区です。この大きな観覧車を中心にトヨタのショールーム、メガウェブ、またフランス、イタリアをイメージして作られましたショッピングモール、ビーナスフォートなどが人気の街となっています。こちらでですね、右手がパレットタウンとなりますが、皆様のすぐ右上ですね、水色のレールが走っております。先ほど、通過をしていきましたけれども、ゆりかもめのレールとなります。このゆりかもめですが、海の向こう側新橋からレインボーブリッジを経由いたしまして、この臨海副都心の中の交通機関として走っております。お台場、そしてこの辺り青海、その後ろ側に行きました有明、抜けまして豊洲までを結んでおります。今ちょうどまたね、上を通過してますね、ゆりかもめ。こちらはですね、コンピューター制御で全て動いておりますことから、運転手さんがね、乗っていない乗り物となります。モノレールにとてもね、似た乗り物なんですが、このレールの上はコンクリート敷きになっておりまして、このバスと同じようにタイヤで走る乗り物です。